こんにちは、かなめしゅーるです。本日は大好きなパーツを閉じ込めた美術とかね、キラキラパーツをたくさん閉じ込めた乙女チックなヘアクリップと、お花のふんわり感を生かしたこうニュアンスカラーと、あとニュアンスカラーのマーブルのヘアクリップを作っていきたいと思います。ちょっと本日も盛りだくさんで動画が長くなりそうなんですが、早送りで人並みで頑張りたいと思います。これモールドのですね、底の部分が表になるので、そこに裏返しにね、裏返してパーツを並べています。大好きなね、香水瓶のパーツとか、ユニコーンとか、ちょっとキラキラのビジューとかを全面に引き詰めて、1層目はね、クリアのレジンを引いています。このレジンは、今日は、刹那さんを使ってます。刹那さんは、こういうね、薄い感じのモールドでも反らないし、かつコーティングができる、コートツヤツヤコートができるで、反らないからさ、コートでさ、こういう薄いやつにコートするとき、星の雫すっごいいいんですけど、ちょっと縮んで反っちゃうんですよね、急激にキュッて。なのでせつなさんにして、そういうこう悩みが解消されました。持ってるたくさんの、隠し持ってたいろんなパーツをブワーって出して、いろいろ引き詰めています。とね、1つがちょっと細くて、この香水瓶がこう縦にまっすぐに入らなくて、ちょっとこう斜めっちょになってるんですけど、そういう動きがあるのも可愛いかなと思って作っています。これはね、ブルータイプのやつを作っているので、ちょっとブルー系のビジューとか直輪系とかを閉じ込めました。裏返しなのであんまり見てても楽しくないですよね。倍速で人並みっていう、このパンツを選びながらやってるとすごい本当に時間がかかってて、一粒置くのに一粒で2倍みたいな。なのでちょっとめちゃくちゃ早送りにしてお届けしております。このクリップは去年も作って、去年は、チームゆるしゅるさんのクリスマスプレゼントにできたので、ちょっとこう可愛い感じのヘアクリップできたらいいなと思って、また再び作ることにしました。大好きなやつです私の大好きなヘアクリップになります。そしてこれとね、もう一つ今日は違うタイプの、まだチャレンジしたことがないこうマーブル系なニュアンスカラーの雰囲気も作っていきたいなと思ってて、金具が透けちゃう問題があるので、まあ、こう透明感は生かしたいけど、なかなかそのクリア感のまんまだと、この金色のヘアクリップが見えてしまうので、ちょっとマーブル系にしたらどうかなと思って仕上げることにしています。すでにピンクのバージョンを作ってて、これブルーバージョンで、1層目はクリアでそのビジュー系を閉じ込めていて、2層目に着色していくというところの作業です。インペリアルブルーをね、白とあとキラキラのパウダーを合わせているんですが、これがブルーってピンクとブルーを作りたかったんですけど、なんかミックスしてみたら、私が使ってるゴム手の紫、ゴム手の色が同じ紫になっちゃって、薄いね、可愛い紫なんですけど、私この時はブルーが作りたかったんですよね。だからブルーのパーツを中に入れたんですけど、ま、紫っていうところで、あ、紫でもいいか紫も可愛いかと思って流すことにしました。ちょっとまあお上品ですよね。ブルーだとほら、
夏って感じがするけど、紫だとまあ季節問わず使えるかなってとこで、2層目に色をつけています。去年作った時はこのクリア感のまんま、クリア感のあるまんまパウダーを裏にはたいたりとかして、そういう楽しみ方もしたんですけど、それもまた作りたいかな。それも楽しかったんですけど、あのパウダーのこう七変化な感じで角度でこうふわふわ色が変わるっていうのも楽しかったので、それもちょっと作ってみたいかな。薄いモールドなんですけど、片面クリアだけどちょっとだけ不透明な感じに仕上げてるので、裏表長めに硬化しています。ほとんど反りがなくって、ほとんどっていうか反りがなくっていい感じに仕上がるんですよね。でちょっとかぼちゃグリーンに見えるからね、あグリーンなんですけど、この香水瓶が真ん中のちょっとおしゃれな香水瓶を、お気に入りのやつを入れてみました。全部いい感じに透けて見える。表面もね、このモールド結構ツヤツヤにできるんですけど、ちょっとぺったりしてるのが私はあんまり好きじゃないので、この表面を一回あのちょっとこううるっとちょ丸みがある感じにコートしてい いきます。もうこのままでの OK な人は OK なんじゃないかなと思います。でせつなさんでコートコーティングしていきます。あのね、そんなにぷっくりしなくてもいいんですけど、ちょっぽってりするとなんかこうちょっと表面も湾曲して見えて、パーツが生き生きする感じが、ツヤツヤになるしね、生き生きする感じになります。あとね、この表面をちょっと塗るので、側面も塗らないとちょっとね、あのガタガタってなったりとかするので塗ることになります。この作業は大好きで、コーティングする作業楽しいですよね。で小さくって案外すぐできるので、これまだ作りたいかなと思って、いろんなパーツを一粒ずつは、そんなにあのパッと見パッとしたパーツじゃなくても、なんかちょっと寄せ集めるとキラキラ感が増しておもちゃ感もあるんですけど、あの可愛い雰囲気になりますね。ギュッとした感じが好きかな。キラキラして、あと太めのモールドもあるんですけど、あれっていっぱいパーツが入れられるなと思うんだけど、あの太めのヘアクリップって多分ね、流行りしたりがあると思ってて、今年はまだ、今年くらいまではまだいけるかもしれないけど、来年になったらもう誰もつけてないかもしれんやこの細いタイプはもうあの多分そんなに年月経っても変な感じにならないと思うので、でこのくらいのクリップはさ、たくさん売ってるのでいいかなと思って、あの太いやつはね、ちょっと流行の元であのがっつりした感じが流行ったので、韓国系の流れからなんだけど、どうなんですかね。あれちょっとあの年取ってつけるのはちょっと痛すぎるので老若にゃんにをつけられる、何はつけないかつけれたらいいかなと思って作っています。大人のこうマーブルっていう感じを作りたくて、超なんかちょいシャがかかったちょっとふんわりした感じの、もうほんとニュアンスカラーっていう感じのマーブルって感じじゃなくて作りたいなと思って、ふんわり雲の中みたいな感じのマーブルを作っていきたいなって思っています。なので白とクリアが一度一旦マーブルになって、そこにちょっと色味がついて、またそこでちょっとふんわりマーブルになりますよっていうのを目指していきたいと思っています。なのでがっつり 色同士のマーブルっていうより、クリアが入った感じのこうふんわり
優しいマーブルにしていきたいなと思ってます。ちょっぴりあのインペリアルブルーとホワイトを混ぜた、ちょっとあの紫っぽくなっちゃったのを少し混ぜて、これってさ表面底の部分、モールドの底の部分が表になるので、いくらこう上の方がマーブルになってても下がマーブルになってないと意味がないので、最終的にそこをちょっと引っかく感じで、そこもちょっと撫でる感じで混ぜて、あの中にそこに模様がね出るように、これいくら上表面にこのモールドの表面に模様ができていい感じにできてても、そこができてないとそこが表になるので、それをちょっと考えながらちょっと模様をつけています。あとね、やっぱりクリアと白がマーブルになるっていうのがちょっと理想的なの で、また最後にクリアを足してからの柄作りっていう感じですね。あんまり混ぜすぎないことですよね。なくなっちゃうから、あのいろんな色の良さが。でもモールドの底も優しくふわっと混ぜて、マーブルの模様をつけていっています。両面しっかり、一応太めっぽい部分もあるので両面しっかり硬化させています。せつなさんがこの薄いモールド、ぺったんこのモールドでも何も裏あの粘着で固定しなくても反りがなくてとっても優秀です。こう型から出しただけでも結構つるんとしてるんですけど、表面もうるうるのコートをしています。せつなさん優秀すぎて、最近多分せつなさんしか使ってないかもしれないですね。あで 500g の容器を買って、あのちっちゃい250とかの容器に移して使ってるんですけど、250だっけ、なんかちっちゃい容器に移して、あのねマサルの涙の空容器に移して使ってるんですけど、またなくなったら今度1キロ買いたいかなって思ってます。なんかちょこちょこ買いするよりね、あのまとめて買った方が安くなるので、もう今度買うとき大きいの買うことにしようかなって思ってます。マサルの涙が私時々ふにゃふにゃになってしまうので、今のとこせつなさんが好きかな。ビジュ入りのもうマーブル感があるのもうめっちゃ、これ今日ですねエンボス全然かけてないんですよね。でサラサラしてて、まそこそこあのぽってりもしてるんですけど、気泡が入らない、あのちょんちょんってするぐらいで、あと裏側に接着剤で金具を接着していきます。ヘアクリップの金具で、その接着剤がきちんと固まって硬化してから、あの縁のところ、あのあピシッとしちゃう、ヘアクリップの周りのところをコートしていくということになります。でコートしたら、あと側面も綺麗にあの仕上げる、横もねツルツルに仕上げるようにします。お花パージャム作りたいと思ってて、お花を入れる時にあのモールドの中に入れてもいいんですけど、一つずつのお花をこう丸っこいおはじきみたいな感じに仕上げて、それをこう形の違うやつと合わせながらつけてみたいなと思って、お花のおはじきっぽい玉みたいなのを作って。言ってます。でお花色味、今回は本当にふんわり淡い雰囲気に仕上げたいので、お花
は入っていてもお花が主張しすぎない色味を選びました。あのシンプルな感じで仕上げて、ガチャガチャしないようにね仕上げていきたいと思います。1層目はあのクリアのレジンで、お花を硬化させて、底の部分ですねにまた今度白と、またここもちょっとこうあの白でペタって蓋をする感じじゃなくて、ここもちょニュアンスカラーチックなマーブルにしたいので、また透明を入れてふわふわに、あ、透明も入れたっけ、あ、透明も入れるね。ピンク一つはね白にして、一つはちょっとピンクみがかった雰囲気にして、あ、マーブル状に仕上げていきたいと思ってます。このちっちゃい水たまりの中でニュアンスのマーブルにするっていうのは大変なんですけど、これだけでも結構可愛かったので、またできたらねピアスにもしてみたいなって思っています。パーツクラブさんのなんかゆるい鉱石みたいな、鉱石っていうよりなんか小石みたいな感じのモルトがあるので、そこにもちょっとちっちゃいあのパーツができたらなと思って、それも作っています。もうコロンとした可愛い感じのお花のパーツが出来上がりました。一つは超ほんのりピンクで、一つはあの白に仕上がっています。でね、ちょっとこの大きさのマーブルな玉も欲しいなと思って、こうお花のね並べるパーツとして、このクリアと白とピンクのマーブルみたいなのも作ってみました。並べた時にこう不揃いな感じのねパーツがこうちょっとガタガタな感じで並んだら可愛いんじゃないかなと思って、とちょっとピリッとした感じのちょっとキラッとした感じのパーツも入れたいなと思って、一つあの小石タイプのやつで作っています。絶対欠かせないのは統一感を出すためにあのこの白白を一応ベースの白をあの加えて、全部にね統一感が出るように仕上げています。なんかこういちごミルクチックなパーツもできたので、これをねどんな感じに並べようかなと思って、これはこれで可愛いかなって思いながら、あまりこういろんな色が入るっていうよりお花も活かせたらいいなって思っています。あのクリップのモールドの幅に何個並べられるかなと思って並べる練習をしています。お花はたくさん最近持ってるんですけど、なかなかお花を生かしたっていうのが難しくて、これちょっとちっちゃい小花が入った玉作りたいなと思ってあのカットしてるんですけど、ほぼお花が飛び散ってなくなっちゃって、あの白とグリーンの感じの色がつけられた、グリーンの色がついたお花を、何のお花か分かりません、それをちょっと虫みたいに入ってるんですけど、それをあのそれでさ、みんな多分ここちゃんと綺麗にバランスよく1枚ずつちょんちょんちょんって飾るんだろうけど、もうレジン液にジャーってぐるぐるぐるって混ぜて流しました。このキラッとした感じのもいいなって思って、超鉱物感があるふわっとした中にちょピリッとポイントになったらいいなって思って作りました。あと
とお花の2層目、あ、小花の2層目なんですけど、1層目もやっぱりこの白ベースがね、あの全員この白ベースっていうところが共通点なんですけど、それでクリアのやつを入れて あのニュアンスマーブルみたいな感じにしています。白だけでもクリアだけでもない感じが良いので、こうふわっと混ぜています。ね、どんな感じに並べようかなって硬化してる間の時間とかに、あのこの順番じゃないなって感じで、あともうちょっとこれに何足したらいいかなって思いながら並べて確認しています。カバナちゃんもできたんですけど、ちょっとグリーンが入ると可愛い感じですよね。これは霞草じゃなくてよかったなと思って、霞草のグリーンもあるんですけど、この小花ちゃんが良かったのかもしれないですね。虫みたいだけど遠目に見ると、こう並べてる間にもう一つね、お花ポイントとなるこの大きいおはじきちゃんを作りたいなと思って、お花感があるパーツをねもう一つ作りたいなと思って、アジサイのちょっと薄い、うん、赤紫みたいなアジサイがあったので、それをちょっと丸く作りたいなと思っています。このね薄紫とこのキラキラの紫色のキラキラ作った、これがちょっと共通してできたらいいなと思って作っています。手作りの良さってそういうとこですよね。自分でもっとこういうのあったらいいなと思ってすぐ作れるっていうのが楽しみ。でもこんな、だって自分でパーツ探しに行くとさ、こんなパーツないかなってところで探さないといけないけど、あ、こんなパーツあったらいいよねっていう感じですぐ作れちゃうっていうのが醍醐味ですよね。あ、これこの色を足したいなっていう時に、あの作れちゃうっていうのが、やっぱりそういうのが楽しみでもあるかなって思います。ほいで、あの共通して全員この白のマーブル感を裏に出すっていうところで、これが共通の作業です。ほんのり残ってたあのインペリアルブルーの薄紫もう少しだけ足しました。あんまねこう真っ白白にならないように足しています。でこれができたら可愛いんですよね。気泡ちょっと入ってるんですけど、あの良い感じに3パターンのお花ができて、あのいい感じになりました。アジサイとなんかわかんないあの菊みたいなのと、あのこのちっちゃい粉々にしたやつで、ベースにですね土台を作って、そこの上にこのパーツを並べていこうかなって思っています。ここにねちょっと普通通り作って、この上にあのぷっくりさせる時のちょっと量を少なめに乗せて、ここに固定していこうかなって思っています。その方が綺麗なんじゃないかなと思って、あのはじきだけこう並んでるより、かつ安定感もあるし、こうパチンって落ちない、取れないかなと思って、あの連結してるだけだと多分衝撃でバラバラになりそうなので、もう一つもちょっと順番的に違う順番で並べて、ちょっとど真ん中決めて5つパーツを乗せることができました。この小石ちゃんとね並べることができました。お花のができてきました。
で今日は全部アフレコです。完成しましたっていうとこを別撮りにしたりするんですけど、なんか夏休みの間は多分このパターンになるんじゃないかなって思います。みんな夜更かし族だしね、オリンピック見たりして大騒ぎなので雑音が多いから、アフレコになると思います。完成しました。なんかちょっとあんま映りが良くないんですけども、完成しました。本日はヘアクリップを作りました。キラキラのビジューが入ったこの私の大好きなパーツがふんだんに詰め込まれたこのヘアクリップと、超ニュアンスカラーのマープルのふんわり優しい女の子な感じのヘアクリップと、ちょっとそれの色違いですね、色違いで2つ作りました。それからお花のおはじきさんのふわふわのお花が咲いたまんまるちゃんのこのヘアクリップも作りました。お花のこう3パターンのお花がね、生かされた感じにできたらなと思って完成しました。これね、カレンっていう名前にしました。お花が連なる感じでカレンクリップにしました。名前ついたところでなんですけど ギラギラのこのビジューのクリップもそんな派手にならずに良かったかなと思って、そしてこのビジューのこのクリップとこのニュアンスカラーマーブルのクリップがこうペアになったら可愛いのかなって思いながら作りました。ビジューギラギラ同士じゃなくてね組み合わせ的にはこの色を合わせたビジューのやつとニュアンスカラーのマーブルちゃんとはセットな感じがいいかなと思ってますとね、大好きなパーツとキラキラのビジューを埋め込んでいます。香水瓶とか、ペガサスとかオリボンとかね、好きなのをたくさんハートも入れました。ビジューはこれブルー系を主に入れてます。このね、インペリアルブルーがこんな紫になると思わなくって、ブルーを作るつもりで一層目は入れてたので、こんな紫になんだと思って、でちゃんと裏も接着剤でちゃんとこのクリップを固定して、裏と側面と綺麗に仕上げています。もうね、なんか自分のだと手抜きになっちゃうんですけど、側面も見ないしなんて思っちゃうんだけど、なんか人にあげれるレベルで作りたいなと思ったので、これはね大好きなやつでもあるので綺麗に仕上げたいなと思ってやりました。去年はねチームゆるしゅるさんにプレゼントすることができたので、なんかそういう意味では作りたいヘアクリップです。そして色違いとこう太さの違いがあるモールドで作って、ちょっと私ね今日小脇にカメラを正面からカメラを挟んで両手空いてるけどどうやって持ってんのって感じだけど三脚を足で挟んで撮影してるの。ちょっとね時々揺れます画面がね。なんかこの表面やっぱりぷっくり、ちょっとねぷっくりさせたことでこの優しい感じのカーブが出て良いなって思って、あとこう透明感も増すしね、中のパーツが映えるかなって思って、こうぺったんこに表面できるんですよ、モールドそのまま出しただけだと。なのでちょっとね表面丸くすると、より一層女の子らしい感じにできるんじゃないかなって思っています。2
2つつけるとお互い映えるんじゃないかなと思って、このビジューが入ってるのもマーブルの雰囲気も一緒につけることで映えるのではないかなって思っています。これね、なんか3つはどうかなって感じだけど細めなタイプは3つもつけることができるかな、わかんないけど、こうなんかこうセットな雰囲気で2つね、つけるのが可愛いのかなと思っています。優しい雰囲気のマーブルにできてよかった。お花とね、このマーブルの雰囲気がめっちゃ合うなって、優しい感じの雰囲気にしようかって。マーブルってちょっと安っぽく見えるね時あるじゃん。こういうヘアクリップってどこでもあるかなって思ってるので、なんかこういい感じのができたらいいなって。このね、お花のおはじきちゃんのカレンちゃんができたので、カレンちゃんクリップですお花がこう玉状になってるって、あの小石ちゃんと一緒に並べると、これね、あの両サイド右用と左用と作ったんですけど、別にこれ上下なくてもいいので、どっちでもこの二重のこのパーツが並んだやつ以外はどっち用でもなるもんね。でピンクで合わせてみたり、さっきの薄紫で合わせてみたりするといいかなって思ってます。このねマーブルのやつ、ビジューがつけれたやつとつけれてないやつあるんですよね。なんかコートするときにビジューを乗せるんですけど、あのコートしただけでビジュー乗せるの忘れてたっていうやつがあって、ついてた方が可愛いのかどうなのかちょっと微妙ですけどね、色違いでつけるのも可愛いのかな。やっぱこの感じが可愛いかなって思ってます。なんかねいい感じに出来上がりました。よかった。あとね、なんかモールド鉱石のちょペンダントになるようなモールドがあったので、それもちょっと固めてみたいなと思って、マーブルの練習も兼ねてやったんですが、なんか底の部分が広くて、あのなんかそのまんまになっちゃうので、ここどうしたらいいんだろうと思って、自分で削ってやんないといけないのかな。表面はさコツコツした感じにできるんですけど、底の部分がね自分でちょっとやんないといけないのかわかんないんですけど、これが難しいです。今日はお花のクリップとビジューのクリップを仕上げることができました。あとこうニュアンスカラーのマーブルの雰囲気も作ることができました。ちょっと楽しかったので、また違う雰囲気のを作りたいなって思って、ちょこちょこね違う色のと組み合わせでどれが合うかなと思っていろんな色も作ってみたのですが、それでまた違うお花のねやつも作りたいなと思ってます。夏休みなので大忙しだと思いますが、楽しい夏休みになりますように。体調にはくれぐれもお気をつけください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。